子供たちは元気で可愛いです。地域でどんなことがあっても頑張ろう日本。専門家の方々の心のケアっていうのをよくされますが、これまでその専門家の方々が研究をされてきたり経験をされてきたね、知識技術で本当に今回大丈夫なのかなっていうのがすごく心配なんですね。とにかくサイレンが鳴ればトラウマになっている子供たちはパニックになるし、そういう中でいわゆるかっこいい言葉で心のケアっていうのでね、本当にできるのかなというのがちょっと心配ですね。だからぜひ子どもたちの本音の部分を聞いていただいたりですね、こうしていただけるといいなと思います。だからやっぱりこうやって足を運んでいただけると大変ありがたくて、やっぱり実態が分かっていただけるし、市民の皆様のね、ある種心のあの一本松に託してるものってあるんじゃないかしら。私たちはですね、今日は皆さんのお話をぜひとも聞かせていただきたいと思ってやってまいりました。みんなで一緒にいただきます。どうぞ。スーパーとかもそんなやっぱちっちゃなスーパーしかないですから、ね、買い物に行くと1時間かけてスーパーに行ってとか、遊び場がないっていうのがこう、ね、子供にとってはきっとずっと毎日必要なんだよね。こういうところをね、やってほしいんだけど、それってそうですね、そこまで手が回らないのが高田の現状だったし、保育園は復帰したけども子育て支援センターの場所がなくなっちゃったの。それで小学校の学童を借りてあちこち場所をこう巡回して、学童クラブは午後子供も帰ってくるじゃない。だからここの子育て支援はよく午前中だけ、だからこの重い荷物を持って流浪の民をしているというので、早くこの子育て支援あゆっこの拠点が欲しいわねっていうのが一つ。なんか話しただけでもすっきりしました。まず聞いていただいたので、ちょっと声が少しでも届いたかな。まあ一市民なんで小さい声なんですけど、でもやっぱりいろんな思いがあったので、子供たちは元気で可愛いです。どんなことがあっても大きくなるこの夢というかね、大きくなった時にこの陸前高田はいいところだったと思ってもらえるようなところっていうことをしっかり胸に刻んで、まずは子供たちののびのびと遊べる空間を作りながら、子供も大人も一緒に頑張っていける、今もうすでに十分に頑張ってらっしゃるんですけどね、私たちもしっかり取り組んでいかなきゃいけないと改めて思います。さよなら。